こんにちは。今日はですね、ドライフラワーを使った母の日のプレゼントブーケを作っていこうかなと思います。
じで完成しました。バラなんかも入れてですね、ちょっとこう淡いピンクを使って母の日らしくはするんですけれども、全体的にはシックな色味でまとめて、おしゃれな感じの母の日ギフトになったんじゃないかなと思います。後日僕のベースショップにて販売予定ですので、ぜひそちらもチェックしてください。今回もご視聴ありがとうございました。